今回は攻めたチームですよ。ナイトリッチ、エースケ、地獄の潤いでございまーす。最後は白で完結するんだぜ。いや、さすがに勝ったなぁ。うわぁ、確定命中、ドルモーは。やっぱりなぁ、ガイストラッシュが反則すぎるんだよなぁ。で、これラビエルじゃなく、さぁ、天使とかだったらいけたのか。いやぁ、もったいねぇ。というわけで、対人のモードにて、このチームの強さを振るっていきたいと思います。正直でも強いと思うわ。正直さ、ま、強いモンスターが揃ってるわけだから、ま、普通に考えてその、今までみたいにあった圧倒的に負けるとかはないような気がするな。さあ、1戦目から結構ね、お互いガチメロパーティー。てか暗いな、みんな。ゾンビだの、黒だの、なんかそんな感じです、皆さんがね。はい。マザーライフォー、一戦突き。まずこれで勝負が決まる。はい。よいしょ、あれ普通の技、普通の当たりでございます。ただ、この打点やばいな。エースケ打点やばいんじゃないの？はい！うわ、強っ！モーションの攻撃は130とか出るもんな。だいぶ出る。さあ、このドルマは多分主人公に行ってくれるでしょう。ナイトリッチは賢いんでね。上がった賢さ、振るってけ！あれ？誰に打っとん？誰に打っとん？上がった賢さ振るってない？さあ、ちょっとね、負け筋と一緒はこの雷好きなど麻痺でございます。よいしょー！おー！誰狙っとん？みんないろんな、いろんなとこ狙うな、みんな。ね、呪いの乱舞や失踪雷好きにおいてのね。でも呪いはエースケ大丈夫でしょ。エースケは呪い大丈夫だって、さすがに大丈夫大丈夫。さあ。とりあえず削り合いになってるけど、打点はお互いいい感じに。おい、それ、ああ、打点の狙う先はめっちゃいいんだけどね。あの、思いっきり素振りしてたよ。また素振りの練習か、こんなところでも。もう5日間隔空けてもこれか。ちなみにこの収録5日空けてます、前回の収録から。5日空けてもこれか。大丈夫か、ま、なんか負けんのか、もしかして。お、負けるのか、もしかして。さあ、風属性、疾風好き、よいしょ。上、強。疾風好き、こんな強いの？待って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 。なんか負けそう。大丈夫かな。うむ、負けそうだな。なんか負けそうな気配してきたぞ。え、こんななんか、わー強そうって。わー強そうだな、みたいなチームなんだけどさ。なに、負けんの？嘘でしょ？いやー、負けるな、これは。ピーローリーじゃねえんだ、ピーローリーじゃ。さあ、ダークランサーがね、弱点取れるんで、弱点取れるよ。いや、強っ。405だって。強い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 。強いんだけどさ。いや、強いんだよ。強いんだけどさ。なんか負けそうなんだけど。めっちゃ負けそうなんだけど。あれ、なんか負けそうですけど。どう見てもなんか負けそうなダメージレスしてますけど。そうだよ。やっぱそれね。さあ。でもね、解説がまだまだ戦況読めませんって言ってんですよ。じゃあ戦況読めませんよ。まだあるよ。多分。ここでね、スペシャルカードで全然違ってくる。スペシャルカードを使うのもちろんね。もちろん、この方、ほら、指、くにくにしてる。お、さっそと、誘惑パフーン！あれ？あ、でも、このターンもしかして耐える？いや、このターン耐えるかも、そうすれば。いや、このターンは耐えるでしょ、つまり。だって、雨雲の間、ドルマだよ。耐える、余裕。それは余裕だわ。うん、耐える。よし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 。耐える。まだワンチャンあるな、ってことは。普通にまだワンチャンあると言っても。このターンのね、打点大事です。よし、出た！いいよ。よし、いいよ。さあ、いい勝負だな。普通に削り合いのいい勝負。これ。モンバターこういうなんか削り合い僕好きなんですよね。もちろん状態上の戦い方もあるのは間違いないけど、こうやってなんかダメージとバレぶつかり合いっていうのが自分一番好きなんですよ。あ、ダメ。あ、ダメです。それは全然ダメ。もうマジでダメ。ほら、見てみーさ。210程度しか。でも、ワンチャンありますね、これ。本当にワンチャンあるな。大丈夫、ワンチャンあるよ。ついに決着。さあ、どっちだ。疾風好きあんじゃねえか、あいつ。よく見たらね、でも 2P の技で疾風好きというもんございました。こちら確定申請。避けるしかありません。誰に行く？エースケなら行けます。ピロリコモン！無情。突如現れたスライム系。しかしその強さは一級品。なんだったら光属性使います。光属性使えるって言っても、まあでも大丈夫か。さすがに。エースケいるし。さあ、スライム軍団はどうなるか。同じね。モンスターマスターチームとして、
スライム軍団はどうなるかっていうのもちょっと気になってはきたんで、ちょっとやろうと思います。で、気になるのはミラクルフラッシュだね。光弱点が2体いるわけですよ。地獄の世とナイトウィッチ、まあいるわけじゃないですか。エースケの経験率、ただ終盤競り合いになった時は絶対負ける。これはああなるほど、結構食らうな。300打点食らう。まあでもで問題はこいつらの回心率だよな。結局のところなんかスライム系回心率がめっちゃ高いから火力がめっちゃ出るということだから、ああエースケに行くか。まあまあしゃあないしゃあない。でジャンプ切り来いよ。同じライダーに喧嘩売る。さあ完全高校だ。そうだね、完全高校だもん。絶対これ絶対に完全高校になっちゃうわ。俺たちは一体何をしにこの戦いに来たんだい。嘘でしょ。このなんかさ、皆さんちょっと調子がよろしくないね、このゾンビたち。なんか何前半なんかさ、うわ最強パーティーか、めっちゃ強いパーティー来たなーって、手加減ないなーみたいに言ってたのになんか負けんの。いやスライムチーム普通に強いが強いけどね、普通に。まあまあドルマで300打点出るからね、普通に強いと思うよ。さあ HP が並ぶ状態ですからね。ここでね、ニッピーチーム悪夢のスペシャルカードで必殺発動します。悪夢です。これはこのチームにおいてね、グリーンガムの適性が素晴らしくって、いやもうそれこれはやばいぞ、ね、打撃と特技しかないんだよあいつらも。全体引いた瞬間やばいことになる。グリーンガムで全てが決まると言っても過言ではない。会心か、おーれー会心かなと思ったけどそんなこともなかった。確かにグリーンガムの時会心出なかった気がするけどな。あやべえ、おっとナイトウィッチピロリ。あでも待って、あナイトウィッチがピロリして喜んでいる場合じゃなかった。てかナイトウィッチなんで避けたの。ナイトウィッチ避けるモンスターじゃないよ。さあグリーンガムで止まるのはでかいな。このターンで2体止まってんのはでかくない。でもこっちにもね DLC の SP はあるんで最悪、嫌な予感がします。赤灼熱の赤い癖ウルトラフラッシュ、あ嘘でしょ。皆さんどうしたらいいと思います？みんなちょっとコメントで書いて。こっからちょっとみんなどうしたらいいと思う？ここからどうしたらいいと思う？嘘でしょちょっとねえ嘘でしょ。安直だったのかな、もしかしたら。なんか今更だけどもしかして安直だったこの発想。僕の発想はもしかしたら安直だったのかもしれません。ナイトウィッチ入れて残り2体適当に決めれば強いでしょうみたいなさ、そんな感じで今回のチームのコンセプトをね組ませていただいたんですけどね、もしかしたら安直だったのかもしれません。こういうスライムのね、スライムの方が強いね、やっぱサウスヤンドがしっかり駆使したねスライムチームの方がよほど強いということなんですかね。ちょっと嫌な予感がします。このままねゴリ押しされる気がするんですよ。なんか一花咲かせてくれよちょっと。あーもう待って、ボロボロだ君たち。君たちいいとこないな。スライムにグリーンガムでガシガシ止められて、うわーもうダメだ。フォース、このターンの逆転要素を一つ言います。 SP カードフォースにて大打点を突然出すということですね。そうすればスライムチームに一気に火力で押し勝てます。もうどうせ次のターン向こうは勇気たまるわけだから、ギガデインかグランドリビューとかそこら辺しかなかったわけですよ。その前にね、でも素早さでね押し切られる気がします。おーまだだぜ。素早さでさ、まあ、勝てないでしょ。フォースの力を身にまとっていざ浮かん突進好き。なんでだよ。なんでだよ。いやワンチャンな、あないわ。あさよならさよなら。んこのチーム強いんだか弱いんだか分からなくなってきた。ちょっとまあ低たらくなんで、ちょっとチームをちょっと弱くしました。ちょっと一勝して。なんか一勝してほしいんだよね僕。何なんでナイトウィッチ入れたパーティーでちょっと敵のチームを弱くしなきゃいけねえんだ。なんだ。まあもちろんねモンバトなんで、もちろんそんなことはないとか、やっぱその時のやっぱ勝負、まあ運部天部な勝負なもありますんで、まあ必ずしもこの1回は全てじゃないんですけど、それでももうちょっと勝ってほしいところある。正直、初めの2戦も勝つつもりでいたんですけどね。やっぱ僕にね、ナイトウィッチ合わないってことなんですけど、この動画をね、まあ、260回ですか？それから言いたいんですけど、まあ、それ見ていただいた方ならわかると思うんですけど、まあね、ナイトウィッチ決して弱いモンスターです。ただ僕が使うとどうやら弱くなるそうで、にゃーやっぱり雷弱え。
雷がね弱点取られちゃうからね。さあ突進突き大事、ベレスではなく魔法を使うんじゃないか、せーのベレス。まあでも当てるだけで大丈夫、ベレスそんな回数高くないから大丈夫だよ、大丈夫だよ、ベレスにやっていこう。でも電撃の前ベレスにやっちゃダメだよ。主人公よし、いいいい、打点は取れる、打点は取れる、打点取れる。向こうも全員打点とかやばいけど、さあなんかしれっといるキースラゴン、おお、まあ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 って感じですかね。まあ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 、でも打点は取れるね、 HP2900 あるから。向こうちょっとね打点取らないと今回はきつい。多いねいいいいいい打点ですよ、いい打点取り合いですね。 HP は追いつい、うん、若干ダメージが使ってる。ただ主人公がいたりするから素早さ関係で負けちゃう可能性があるね。このイオラ打点はナイトリッチの経験率がやっぱやばい、ナイトリッチってやっぱ硬いんだなっていうことをね、まあ、無ざ無ざと思い知る。ナイトリッチ硬いんだな、こうしてみると。すげえ硬いな、うん。さあ、突進突き。まあ、このパーティーには突進突きしかないでしょうという話ですよ。よいしょー、いいとこ狙うねー。すげー賢いよー、ちょっと。いい、いい。ベレスだね、ってこう。さあ、問題はこのデインが。こいつも賢いからねー。普通に。はい、賢い。やり返す。やられたらやり返す。いいスタンス持ってますよ。大車輪打点大事。地獄の色に飛んでいく。ああ、まあ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 。いい感じ、いい感じ。まあまあ、でも打点の取り合い。熱い戦いですね。さあ、電撃の前。よし、いい感じ、いい感じ、いい感じ。変なピロリがなければ、ダメージ的には、めちゃくちゃいい勝負になります。いやー、わかんないな、これ。いい打点。ギガスラウ、もう、本当に互角。全然わからない。さあ、SP カード合わせていきましょうよ。胸。2P チーム、胸です。大丈夫でしょ、ゾンビだよ。よ、よ、よ。ゾンビもね、そういや、パフパフ効く種類いますか。まあ、原作でもそうですわ。ゾンビ系でもパフパフ効くやついますわ。キャプテンクロッツ、あ。キャプテンクロッツんですけど、まあ、本当にね、あいつね、パフパフで止まるっていうね、やからなんですよ。ゾンビ系なのにね、パフパフで止まるやからいますからね。まあ、ゼシカの胸がそれだけ良かったってことですよ。あー、雲行き怪しくムービング。まあ今のギガスラッシュを選んでしまった僕もね、まあ問題なんですけど、基本ダイレクトスピードは言うんだからな。なんか負けそう。なんかさ、次のターンあたりに魔法使いにさ、イオラでそのまま爆死しそうな気がする。おー、ここいる吹きに対してみんなこっと。エースケが突進好きで会心出せばいけるかなっていう感じです。ワンチャンあるで、でもエースケくん。どうしようかな。あー、どうしようかな。いや、割かし走れる可能性はあるよ。魔法使いしかいない、向こう。魔法使いのスパムさん100強。エースケが走る可能性、大いにある。これが現実だ。そういう時には素早さ関係で逆転しないんだよね。ギガデインがガードされなくても死んでたか。フォースを、ね、フォースじゃねえわ。あの、ナイトリッチを入れたパーティーが、ナイトリッチの、ね、チームに勝ってね、戦うのは必然ですよね。今までなんだかんだちょっとね、まぁ、ちょっと弱いかな、レベルのチーム戦ってきましたけど、まぁ、ナイトリッチを入れた以上、ナイトリッチ入れたパーティーと戦うのはもはや必然ですよね。それはもう大会でも死ぬほど見えた攻撃です。ナイトリッチチーム戦わないなんてそんな甘いね、発想はこのチャンネルありませんよ。さあバトマスデンタリッチ挑んでもらおうじゃないの。で、地獄の練習。大体地獄の練習集中します、これ。終了、もうこんなに食らってたらあかん。あかん、あかん。これは分かった。あかん。あかんわ、これ。あ、これまさか、え、開始？ああ、大丈夫か。え、でも、いやいやいや、もう勝てないじゃん。ちょっと待って待って待って。もう厳しいじゃん。会心出すしかないかもね。おいしょ！んー、なんだこれは。なんだこれは。ね、バトマスデンタリチがいかに強いか。そしてね、今回組んだパーティーがいかにね、愚かであるかを今私は体感しています。はい。今回ナイトリッチ入れて残り2体適当にモンバスクラッチ積み絵だろみたいなさ、そんな感覚でたんですけどね、対人戦ではこのありさまですか。ちょっと悲しい。めっちゃ悲しいんだけど、ちょっと待って、嘘でしょ。
なんかめちゃくちゃ悲しいことになるんだけど、このまま行くと勝ち筋が見えねえな。ちょっと待って、勝ち筋見えねえな。あー、まあそうだね、打撃一番柔らかいのはそうだね、そいつに行くよね。でもそれじゃダメなんだよ多分。あのね、このままだとね、まあダメでしょうね。うん、全然ダメ。圧倒的に勝てない。あ、ただドルマ打点が400出てたから、ナイトリッチはいい打点してるし、エイスケも会心の来た、全然なんで、ただ、スタープレイヤーで300、300とかっていうね、アホみたいな目で出てたらアウトです。多分、その、エイスケがそんなもう、エイスケがいても光耐性が息しないんですよ。光に強いエイスケがいても、バトルマスターが賢いから、ほぼほぼ狙わないんですよね。エイスケ行った日にはもう、痛恨です、多分。もうこんなんアウトです。勝てに。これ圧倒的に負けるな。これじゃあ無理だ。会心出すしかねえ。会心出して、なんか一気にわって盛り上がるしかないよ、俺は。だってもう、どう勝つのって話ですよ、これ。同じバトルマスターが、あ、終わった。あ、あ、うん、あ、あ、あ、え、あ、ちょっと待って。え、あ、430だって。え、これってさ、いや、まだ何かあるかと私は思ってます。まあまだ何か奇跡があるんじゃないのかーい。ないなー、ないなー。何だったんだこのチームって。やっぱ僕がナイトリッチを使うと甘えちゃうのかな、性能に。性能に甘えがあるかもしんないな。ああ、安直だったかもしれない。もっと普段のチームだったらもっと活躍してるじゃん。対人ボート勝ってんじゃん、結構そこそこ。うん、ナイトリッチはダメかもしれん。自分がナイトリッチ入りの構成を組む、うん、もうダメだもんね。デンターザウスが避けてる、もうダメだもん。デンターザウス今ピロってたよ、見た。デンタザウスがピロって言ってたんだよ。もうアウトじゃん。なんだこの戦い。洗礼じゃん。僕はで、わかりました。しばらく大都市の構成組みません。そんな怒ることじゃないんで。なんで怒ってんですかね、これ。しばらくない。しばらく僕で、ねえ、ナイトリッチの構成は組まないと思いますわ。うん。ま、ね、究極のパーティー編にはね、ナイトリッチっていうのはね、僕には合わないかもしれませんね。200回からのね、究極のパーティー編、宇宙の彼方で消し止めました。負け負け負けだ。ナイトリッチダメだ。